アナスタシア・イバノブナ・トルベツカヤは、ロシアの貴族女性。モルダビア公、ディミトリエ・カンテミールの二番目の妻で、後ヘッセン・ホンブルク・法白聖子で、ロシア元帥のルートビヒグルーノの妻となった。再婚後は、ゲッセンゴンブルクスカヤの姓を名乗った。アナスタシアは、イバン・ユーリエビチ、トルベツコイ公爵とその妻のイリーナ・ナルイシュキナとの間に生まれた。父は、 ロシア帝国元帥を務め、最後のボヤーレと呼ばれた。また父の諸子には教育改革者で、ロシア帝国美術アカデミー総裁を務めたイヴァン、別恋がいる。アナスタシアは1717 17年1月14日に27歳年上の、モルダビア公、ディミトリエ・カンテミールと最初の結婚をし、マニー、一人娘のエカチェリーナスマラグダを設け、この娘は、 外交官のドミトリー・ミハイロビチゴリツン公爵にとついだ。裕福で美しく頭の良いアナスタシアは案内バノブナ女帝やエリザベータ・ペトロブナ女帝に側近としておもんじられた。カンテ・ミールトは1723年に死別した。1738年2月3日、アナスタシアはロシア帝国元帥でドイツのヘッセン・ホンブルク炮白家の四次公使である。 ルートビヒグルーノと再婚した。翌1739年に、夫妻はドイツを訪れて一度だけホンブルクに滞在した。夫のルートビヒグルーノは、父親の紅白フリードリヒ三世の死の前年に、没死したため、アナスタシアは、ホンブルク紅白夫人にはなれなかった。ありがとうございます。